はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。底知れぬ絶望の淵へ沈めるおじさんです。さあ本日なんですが、皆さん聖なるバリアミラーフォースという最強カードはご存知でしょうか。相手のモンスターの攻撃宣言時に発動できると、相手のフェザーの攻撃表示モンスターを全て破壊するっていうカードなんですけども、まあこれイニシエよりね伝わるし最強カードですよ。これね、サポートカードがあるのご存知です。あのミラーフォースランチャーっていうんですけどこれあの遊戯王ブレインズでね、あのリボルバー鴻上亮剣さんがあのドヤ顔で使う最強トラップカードでございまして、あの、まあ、ブレインズ見たことない方はね、まあ、俺も途中までしかまだ見てないんだけど、ちょっと見ていただきたいんですけども、ドヤ顔で発動するんですよ。あのリボルバーさん、あの底知れぬ絶望の淵へ沈めって言いながら、あのミラーフォース発動して相手のモンスターをぶっ破するっていうのが亮剣さんの、まあ、得意技でございまして、まあ、あのそれがねめちゃくちゃ面白くて、その遊戯王界隈ではめちゃくちゃネタにされてるんですけども、今回はですね、このねミラーフォースのねミラーフォースランチャーっていうカードをね、あのガン詰めした狂気のバレットリッキを組んできたのでこれを使ってねデュエルをしていきたいと思います。このカードね、まあ、ミラーフォースサポートカードで、これどういう効果を持ってるかというと、一ターンに一度自分のメインフェーズに手札からモンスターを捨てると、自分のデッキ墓地から聖なるバレアミラーフォース1枚を選んで手札に加えますよと。でセットされたこのカードが相手の効果で破壊されて墓地を送られた場合、これですね、これが一番重要。まあ、例えばハーピーの羽防止とかライトニングストームとかでこのカードがぶっ発された場合、墓地のこのカードと自分の手札で墓地の聖なるバレアミラーフォース1枚を、セットすると、でセットをしたターンに発動できるこのカードはっていう、つまりですね、これを破壊するとなんとミラーフォースとランチャーがもう一回セットし直されて、でしかもセットしたミラーフォースそのターンに発動できちゃうっていう地獄のようなね場面ができるんですよ。これをね今回は決めていきたい。で、まあ、もちろん 何のデッキに、まあ、このギミック刺しても別にいいんですけど、まあ、やっぱ一番刺すべきねカードとかデッキはやっぱりリボルバーさんのカードですか。もう実質ミラーフォースは、まあ、いろいろね、遊戯さんとか、まあ、マリックとかも使ってますけど、まあ、やっぱりね、僕はね、このカードね、リボルバーさんの1000倍特許だと思ってるんですよ。なので、リボルバーデッキに、組み込んできました。で、バレットデッキのね、動かし方は、前回の、バレットデッキを見ていただければね、わかると思うので、ぜひね、そちらの方を参考にしていただいて、忘れなければ概要欄に貼ってあります。で、デッキレシピもわかんないカードあればね、概要欄に貼ってあるんで、よかったらご覧ください。このね、ミラーフォースランチャーっていうカードのね、めちゃめちゃ強いところをね、ご覧いただきましょう。皆さんにもぜひデュエルスタンバイ。ハノイの崇高なる力の前にヒレフスがいる。ミラーフォースランチャー来た来たぞミラーフォースランチャー。このカードは破壊された場合にデッキ墓地手札からミラーフォースをセットするとかいうヤバすぎる効果を持っている演武天気。これは何デッキだ。十二支鉄獣ですかね。展開長そうな感じしますね。強欲で貪欲な壺。強えなお前。おいやめろ。おいやめろ。ハノイの崇高なる力を見せつける時だこれは。これで場に重戦士が2体並ぶと結構やばいことが起きるからな。エフェクトベイラーの効果を発動。エフェクトベイラーの効果により十二支ライカーの効果を無効にしていく。まあ、多分おそらくこの程度で止まんないんだろうな。あそう関係なかったわ。でこれ当たり前にリボルトがサーチされるやつですか。リボルトだけ本当にやめて。でやめよう、やめようよよくないなそのカード、ほんとよくない。あーリボルトね、リボルトセットルガールね、だいぶやばいねこれリボルトセットルガール。いや俺ミラーフォース来すぎだろ。ハノイの崇高なる力来すぎだろ。愚かな埋葬の効果を発動。愚かな埋葬の効果によりデッキからモンスター相手を墓地に送ることができる。これによってハノイの崇高なるモンスターアブソルータードラゴンを墓地に送り、アブソルータードラゴンの効果を発動。アブソルータードラゴンは墓地に送られた場合バレットモンスターを1体手札に加えスカルマイスターうざ。きっしょ、きっしょすぎわろた。え銀弾のルカルの効果で、あもう今使うのね。手札または、墓地から重心速モンスター一体を特殊召喚する。そしてエンドフェーズにそういった手札に戻るという効果を持っている。いいだろう。で手札あと1枚いい。でセットリボルト、セットリボルトきつ。でシルバーバレットを召喚。そしてシルバーバレット一体でリンク召喚。現れろストライカードラゴン。そして
ストライカードラゴンのリンク召喚成功時の効果発動。ストライカードラゴンのリンク召喚に成功した場合、史上最強のフィールド魔法リボルブートセクターとかいう最強のカードを手札に加えることができるぜ。あ、ここで打つんだ。もうなんか早いな、相手打ってくるの。なんか割とまだそんなにヤバい盤面になってないぞ俺。やばいってこれやってること、これやってることやばくない？おかしいと思うんだよね、このトラップカード。どうして急にトラップカード1枚でこんなリンク4出てくるんだ。おかしいだろ、どう考えても。インチキだろ、インチキ効果もいい加減にしろ。で、シュライカの効果を発動するか、シュライカの効果でストライカーが除外されるか。これどうしたらいいんだろう。これリボルブートセクターで墓地から蘇らせた方がいいのかな、これ。で、ナーベル君ね。オッケー。ナーベル君の効果と、なんかいろいろ効果発動して、で、シュフェルジットの効果も発動すると。逃げろ、ストライカードラゴン。あっ。まあ、リボルブートセクターを発動しよう。リボルブートセクターを発動せざるを得ねえ。そして、リボルブートセクターの効果を発動。リボルブートセクターの効果により手札または、墓地のバレットモンスター一体を特殊召喚できる。現れろシルバーバレットドラゴン。やることなやることなさすぎ問題だろ俺。やることなさすぎ問題発信だ。ストライカー出したことあんまり見ないし、2体並ばないしな。ストライカー出したところで感あるね。これそのまんま人影ミラーフォースでエンドします。人影ミラーフォースに絶対的信頼を置いている男による史上最強戦術。バックだけほっといてくんな一回。じゃあ前除去しようぜ。一旦なんか強調の主題歌なんかで前を除去してからぶん殴ってくるっていう説ないですかね。先生お願いしますよ、お願いします。奇跡起きろいつの時代の遊戯をしてんだよこいつ。この実況者いつの時代の遊戯をしてんだよ。ミラーフォースセットしてドヤ顔でターンしろしてんのやばいだろ。頼む。ランチャーはあー、まあそっちはまあギリ大丈夫。オッケー、そっちはギリ耐えた。あとはこのミラーフォースランチャーを相手に割ってもらうしかねえ。さあ2体のモンスターでリンク召喚、アクセスコール投下。あ、これ割ってくれそう。え、割ってくれそうじゃねえか。おい、これ奇跡起きんじゃねえこれ。属性めっちゃあんな、墓地。ふざけんな。4倍くらいあるぞ。ふざけんな。いいだろう。さあ、ミラーフォースランチャーの効果を発動するぜ。ミラーフォースランチャーは、効果で破壊された場合、ミラーフォースだよ、これな。ワンの多分。ミラーフォースランチャー割ってくれないと困るな。頼む。ミラーフォースランチャー割ってくれ。さあ、どっち割る。まあ、でもシルバーバレット割られてもまあ一応エンドフェーズに復活するっていうのあるし。よし、きっとミラーフォースランチャーの効果を発動。ミラーフォースランチャーの効果によりこのカードが効果で破壊された場合、デッキより聖なるバラミラーフォースをセットし、さらにこのカードもセットし直すことができる。さあ、底知れぬ絶望の淵に沈め、そして左側に置くカードを選択していくぜ。はい、よしさあ選べ。このまま殴ると聖なるバリアのミラーフォースで破壊されるぞ。ちなみにミラーフォースランチャーで破壊、来た来た来た、これミラーフォースランチャーの効果を発動。ミラーフォースランチャーの効果により聖なるバリアのミラーフォースをセットし、このカードをセットし直すことができる。最強カード来た、最強コンボ。こっち、今度こっちでピッまあ、ここでミラーフォースは1枚を破壊されてしまうな。一番左側のやつはミラーフォース確定だ。まあそれはいいだろう。ただし俺はまだあと1枚のミラーフォースランチャーを残しているぜ。やるじゃないか。さあどうする。 2V1 だ。お前の墓地のリンクモンスターはもうそれが最後だ。つまりこれがラスト。来い、真ん中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 、おお当たりお当たり。聖なるバレアミラーフォースをセット。ちなみにミラーフォースランチャーでセットしたミラーフォースはセットしたターンでも発動することができる。ちなみにそのテキストを相手は読んでるか知らん。
殴ってこい殴ってきてるわけないか、殴ってきてくんねえかな、殴ってこい、テキスト読むな、テキスト読むな、テキスト読むなバトル、そこしげに絶望の口へ沈め、聖なるバラミラーフォースの効果を、相手フィールド上の攻撃強調スターを全て破壊する、来た来た、これハビゲーが来た、やばいこと起きてる、ガチでやばいこと起きてる、今ガチでやばいこと起きてるガチ、いや、これ奇跡を目の当たりにしている、これがハノイの崇高なる力か。さあハノイの崇高なる力を貴様にお見舞いしてやろう、愚かな埋葬を発動、愚かな埋葬の効果切り、アブソルタードラゴンを持ち送り、アブソルタードラゴンの効果発動、アブソルタードラゴンの効果により、何もなそうだね、アブソルタードラゴンの効果により、これちょっとあんまり強くなさそうですけども、一回こうするしかねえかな、ちょっと天球出しましょう、一旦ね、あのね、バレットシンクロンくんね、強いんだけど、蘇生できるから、アブソルーターを。ただ、それやっちゃうと闇属性縛りついちゃって、なんかね、微妙なんだよね。できればですね、まあ、一応ですね、これソーンバレル出すと、バレルソードはいけるんだけど、あ、バレルソードじゃねえ、バレルロードサベージはいけるんだけど、ちょっとですね、バレル、ソードサベージがね、あんまり強くないというか、そのね、ハンドコスト1枚要求するんで、先行だと、ちょっとですね、若干アドバンテージ損なんですよね。だから ここ一回天球にかけて、一回これで、これで頑張りましょう。聖なるバレはミラーフォースあるし、多分負けない。このトラップカードにさ、現代遊戯王において、このトラップカードに全信頼置いてるの、多分世界で俺だけなんじゃないかなっていう気はしますけどね。どうでしょうか、皆さん。聖なるブラミラーフォース最近デッキに入れたってことはあります多分ないんじゃないですかね。大体ね、おいおいやめとけお前さ、あ、これがミラーフォースランチャーだってなかったんですけど、ちょ、普通にミラーフォースなんでね。ミラーフォースランチャーったらな、ちょ、うぜえ、マジで。あー、まあ、それは一回裏ラで止めるか。まあ、持ってこられるとちょっとやばいので、まあ、それ一旦裏ラで止めて、で、いやー、これ天気の聖国印だけってかなりやばいぞ。一応ね、バレットを出してきてね、破壊されたらリクルートとかできるんで、まあなんとかなるんですけど、これでも、あ、複製はやばい、それはね、許すわけにはいかないんで、天気の聖国印の効果と天気の聖国印自身をリリースすることによって、なんか速攻魔法悪くせえな。で、君のサイバードラゴンコアを手札に戻すと参照できなくなってサイバードラゴンは出てこない、よし。で、天気の聖国印の効果発動、天気の聖国印の効果により、俺はまあこっちですね、破壊された時のことを考えましょう。で、マグナバレットはまあ破壊されてもリクルートはできるんでね。エマージェンシーサイバー OK、 ランクマやるとエマージェンシーサイバー1枚ですぐサレンダーされるっていう、ドライトロンと勘違いされて、だからもうエマージェンシーサイバーが最強説っていうのを私は唱えたい。これでさ、サイバードラゴンか、これヘルツギャラクシーされると世界終わるけど大丈夫かな、これサイバー、ああまあでもまあそれは別にいいよ。あー、オッケー、1枚伏せあんのね。で、あ、エンドフェーズ殴らない、お前頭いいな、お前頭いいな、お前、お前頭いいな、お前頭いいじゃねえかよ。ハーピーのハネボーキンチェーンした方がいいな。バレットトレサーを召喚していく。さあ、そしてハーピーのハネボーキンをぶちかましていただきたいんだけど、なんかあるか。あ、一滴の早くね、一滴打つの、そこで打っちゃうんだもん。なるほどね。これバレットトレーサーって速攻魔法とか、この通常魔法にチェーンできるんで、通常魔法とかを破壊すると一応アドなんですけど、まあいいでしょう。いやでもね、このターンは殺せないけど、制圧場面は多分作れそうな気がするね。これで一回カオスルーラー、あれじゃね、これストライカーらしゃいいのか。一回まずはレベル4以下のドラゴン族モンスター1体でリンク召喚、ストライカードラゴン、ストライカードラゴンのリンク召喚成功時効果、そう、よくもさっきは破壊してくれたな、俺様の最強カード。
そして、ストライカードラゴンの効果と、ストライカードラゴンの効果により、てかさっきさ、一滴あったんだったらさ、さっきのさ、天球に打つべきだったと思うんだけど、あ、でも天球ってリリースしたはずだから意味ないのか。無理なんだな、多分。先に打っとくべきだったんだな、相手。で、リボルブートセクターの効果と、リボルブートセクターの効果によって、俺は手札に存在する、バレットモンスター、バレットトレーサーを特殊召喚。そして、バレットトレーサーの効果と、バレットトレーサーの効果で、リボルブートセクターを破壊し、デッキより、バレットモンスター相対を特殊召喚できる。これにより、バレットシンクロも特殊召喚。ほっ。そして、レベル4の、マグナバレットドラゴンに、レベル4の、バレットトレーサーをチューニング。シンクロ召喚。現れろ。コントンマリュー、カオスルーラー。コントンマリュー、カオスルーラーのシンクロ召喚成功時効果と、デッキトップ5枚をめくり、闇属性また光属性が、あ、違う、オッケー。これがめくれなかったんですよね。ああ、いいんじゃない?ここめちゃくちゃ強いじゃん。で、ワイバースターを手札に加え、そしてアブソルータも墓地を送られたことによって、アブソルタドラゴンの効果と、アブソルタドラゴンの効果により、手札に加えるのは、まあ、めっちゃバレットトレーサーかなんかでいいか。これでいいな。そして、私は、レベル8のコントンマリュー、カオスルーラーに、レベル1のバレットシンクロをチューニング、シンクロ召喚、現れよ。エンマリュー、レッドデーモンアビス。そして、墓地に存在する闇属性モンスター一体をゲームから除外することにより、このモンスターは特殊召喚できる。現れろ、コラプサーペント。これ出しても削りきれないしな。別にそのままでいっか。バトルフェイツ、レッドデーモンアビスでアタックし、そして戦闘ダメージを与えたことにより、エンマリュー、レッドデーモンアビスの効果を発動。レッドデーモンアビスの効果により、墓地に存在するバレットトレーサーを特殊召喚。そしてダイレクトアタック。さらにこれでメイン2。大式竜よ、そのどう猛なる牙を銃弾に変え撃ち抜け、シンクロ召喚レベル8、バレルロードサベージドラゴン。バレルロードサベージドラゴンの効果、チェーン2だ、どうした方がいいな。チェーン1、ワイバースターの効果、そしてチェーン2のバレルロードサベージドラゴンの効果発動。バレルロードサベージドラゴンは墓地で存在するリンクモンスターを装備し、そのリンクモンスターのリンク数の数だけカウンターをこのカードに置き、このカウンターの数だけ相手のカードを無効にすることができる。最強、およそ最強。さあ貴様のターンだ。この二妨害を乗り越えることはできるかな。これがバレットデッキの展開力だ。まあ、そんなに展開力ないんだけどね。サイバードラゴンも特殊がいいだろう。あとはだから手札の2枚のカードを無効にすればいいんだな。あー、オッケー。これはもう全然無効ですね。バレルロードサベージドラゴンの効果発動。バレルロードサベージドラゴンの効果により、相手のフィールド上のカードの効果を無効にしていく。バリ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 。で、まあ、一応ベルテアナコンダ出して、ベルテアナコンダ出して何ができるのこれ。ベルテアナコンダ出して、まあ、2体でサイバードラゴン Z ができるのか。サイバードラゴン Z はめんどくせえな。あいつ、打点アップ効果あるからな。あー、そういう感じね。聖なるバリアミラーフォースはね、破壊されただけでした。ハノイの崇高なる力全然決まんねえわ。はっきり言っていいか、決まんねえ。マジで決まらん。びっくりするぐらい決まらん。やっぱね、ちょっとね、環境が悪いわ。あのカードでさ、よくさ、なんかちょっと一回これ無効にした方がいいんじゃないか。あんな、なんかようわからんからでよく戦ってたよな。すげえと思うわ。リボルバーさん。ああ、まあ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 、挨拶ですね、ここまでは。ここまでは挨拶。ここまでが現代有意義よ。テクダなんかリボルブートセクター来すぎじゃない？バレットモンスターちょっともうちょっと来てくんないと、リボルブートセクターの強いとこ見せられないんだよね。ニードル君の効果で、ピンですね。これ三振機能してくれるスタイルですか ?OK?おい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 、なんかやべえ、リンクス伸ばしてんじゃねえか、つえな。何置きだこれ。あ、ゴッドフェニックスギアグリード来た。なるほど、今装備感はねえぞ。それなんか装備すんの、ゴッドフェニックスギアグリード。なんかあんまり見たことない展開だな。エンドフェーズ、あー、オッケー。ゴッドフェニックスギアグリードさんは今装備カードがないから無効にはできないで、リボルボトセクターある、グイックリボルボある。
一旦クイックリボルかな、クイックリボルブ発動をで、トレーサーですかね、さすがに一旦トレーサー出すか、トレーサー出して、はい、死者蘇生もあるし、なんか意外と展開できそうではあるけどな、これな。でリボルブドセクターでマスカレーナ、オッケー、あーめんどくせえな、マスカレーナ、マスカレーナこれ先出しちゃったか、リボルブドセクター、これフリーチェーンだからこれ先出しちゃったな、これリボルブドセクター発動からバレットトレーサーっぽかったな、ちょっと前、でも死者蘇生あるからなんとかなんか頑張っていきたい。守護万竜、守護万竜、守護万竜、あでもバレットトレーサーって自身破壊できるか、一応まあいいや、じゃあトロミアニコンとか出てこないんだったら別にいいや。破壊剣の追憶、あれやばいぞ、あれ雲行きが怪しいぞ、あれあれちょっと待ってくださいね、まずいな、こっちの敵ドラゴンズだぞ、シューティングライザードラゴン、あーなるほど、シューティングライザードラゴンくんね、あー、ね、世界終わった可能性高いな、これレベル8シンクロ飛んでくる、これもしかしてシューティングライザー効果、はい、7と1ですか、これバロネスも出ますね、なんならで71、バスタードラゴンですか、バスタードラゴンやばいですね、バスタードラゴンやばいですね追憶はやばいね、追憶はやばい、こっちのデッキね全部ドラゴン族なんだよ、デッキの中、ちょっと待ってちょっと待って、落ち着こう、一回落ち着いて考えよう、ちょ話し合おう、ちょ話し合おう、話し合う気ないわ、相手相手話し合いに応じる気ないわ、一切ドラゴンバスター話し合う気ないね、全然話し合う気ないふざけんなよ、ふざけんなマジで、はっきり言っていいか、バスタードラゴン出さなくてもなんなら詰んでるわ。